国の指定難病と呼ばれています多発性硬化症という難病患者の一人です。多発性硬化症聞いたことあるよという方いらっしゃいますか？あ、すごいたくさんいらっしゃる。ありがとうございます。そうなんです。脳と視神経と脊髄に、炎症が起こるんですね。でその炎症が起きた場所によって様々な症状が出てきます。中にはそうですね、性歩行の方もおられますし車椅子の方もおられます。ですがですね、見えない障害の方が本当は多いんです。痛いとかね、ピリピリするとか、あと一番よく言われているのが疲れやすいです。大体ね、皆さん同じ病気の方は疲れやすいっていうことをおっしゃっています。なかなか見えにくいので分かりにくいんですけれども、そうですね、こういった場合シチュエーションで皆様に少しずつでも知っていただければなと思っております。今日は聞いてくださいまして、お越しくださいまして皆様ありがとうございます。私も病気になってから、もう歌はダメかもしれないなとかあったんですね。両目の黒目が去っていってしまったりですね、もうぼやぼやして何も見えない状態でした。で、同じ体で明日を迎えられないかもしれないと毎日毎日ね、病院で泣いていました。で、どうにか周りの方のサポートがあって今もまた歌が歌えてるんですけれども、その時に思ったのはですね、自分は一人じゃなかったんだなっていうことを思いました。けいちゃん大丈夫とかっていうふうに、ね、たくさん気にかけてくれた方がいたおかげで今の私があります。そんなことを普段は歌手そして歌う公演として歌とともに伝えさせていただいています。そして歌う公演の時には必ずこの曲を聴いてもらっています。オリジナルナンバーです。聴いてください。世界で一番素敵な言葉。
ありがとうございました。世界で一番素敵な言葉お聞きいただきました。こちらです。